はい、ブロガーのココナッツです。おはようございます。ですね、本日ね、朝5時起きで今ようやく着いたというところですね。どこだかお分かりでしょうか。そうですね、袋田のね先に来てるんですね。いや、もう1年ぶりかな。もう少し経ってるかもしれないな。で、いつも通りですね、ちょっとズームしてみましょうか。ここに寄田屋さんにね、いつも毎年ね、こうお世話になってます。車をねお店のところに止めて、で、同じ県内ですけどね、茨城の方にいるというわけですね。見頃、ちょっと見頃に早いんじゃないかな。ね、一応見頃ですよってね、紅葉のなんていうんですか、お知らせタイマーみたいなね、つけてるんですけど、商売上仕方ないですね。緑もね、色もまだ残ってますよね。ある意味ちょうどいいかもしれませんね、今がね。これを見てね、皆様ね、何を思われるでしょうね。ですね、本日ね、自分の持ち込んだレンズの構成をざっと申し上げますと、キヤノンさんでね、本体が EOS Q10T のは変わらずですね。で、超広角域の 16mm から 35mm の F4 同士で、今回はですね、いろいろ登ったりと結構あるんで、荷物の軽減も兼ねて F4 を主軸にして、また24mm から105mm まで、で、次 200mm の 2.8 20ではありませんね、俗に言う2ニッパですね、単焦点の。そして 300mm の単焦点のあの3ニッパー、これもずっとちゃっかり今背負ってるんですね。健康時なさんね、アオスタのブランドのリュック、これがいいんですね。こういう東電の時には役に立ちます。背中がね、蒸れないようにってね、ちゃんとメッシュ状になってるね、素材がちゃんと分離してね、体にねフィットするようになってるという優れものです。で、ちょっとねお高いですけど、昔ねシグマのね外れたねズームレンズだった150の 500mm でしたっけ、あれをね収納するために当時買ったんですね。もう10年以上経ってます。焼けのヤンパチになってね、坊主に行くけらなんとらやでね、バッグもフリーマーケットとかで売却しちゃうことも考えたんですけど、短期要は損期、起こさずに良かったですよね。いや、よその人を見るとそうよね。いや、すげえな。ここからだとちょっと私がね止めてるの見えませんよね。あ、見える見える。自分のナンバーがちょっと透けて見えます。大体いつもこんな調子でね止めとくんですね。さすがに手軽にっていう距離じゃないんで。見事です。